原口さん、はい、あの最近私このスタイルでライブをやってるんですけど、うん、ファッションチェックをしてください。ファッションチェックといえばもう内田美紀郎先生私お願いします。いや可愛いですよ。これなんかコンセプトはあるんですか？ちょっと、うん、たまには可愛い格好をしたいなと思って、うん、ちょっとメルヘンを入れて、うん、身につけてやってます。うん、ああ、うん、もう衣装はとっても可愛いんですが、ここが可愛いくないかな？ここのポニョポニョが。どうするそのポニョポニョ？ポニョポニョどうした？これあれつけ。出てるの？前のちょっと後ろ。ああ。音楽なっちゃう。マフラー変えた方がいいですね。人々が寝静まる中、この番組は始まる。こんな時間だからこそ出演する情緒あるアイドルたちを。優しく見送る男がいた。そう、ここはアイドルたちの始発駅。さあ、今週のゲストを紹介しましょう。チェリー吉崎さんです。ありがとうございます。いました。ワハハ本舗所属のピン芸人、イチローや吉田沙保里をはるかにしのぐ日本1位となる21個のギネス世界記録を保持、世界から注目を集める芸人です。数多くギネスをお持ちになられている芸人さんでございますよ。お知ってますか皆さん？お知ってます。あのくるみ。おそう、はい、すごいじゃん、うん、教えて割るやつ、はい、そのくるみ割りがどのぐらいのギネスでしたっけ？30秒間で48個のくるみを教えて割るという、すごい、すごい、どのぐらいの硬さですかってくるみが、うん、ちょっとくるみ今日持ってきてもらって、持ってきてます。どっから出すの？どっから出すのくるみ？でこれ、これ痛いんでこれお尻で、お尻でこれ割るんだよ。え、お尻に何も入れてないんですか？何も入れてません。ちょっと触ってみて。全然。あったか。すごい痛い。ちょっと一個さ、踏んでもらおうか。踏んでもらいます。代わりに、うん、誰か、あのマイカ、マイカちょっと。私お尻でかい。ボンキュボガンやから。いきます。はい。割れた。割れた。割っちゃダメですよ。商売、僕の商売の生命線なんですかこれ。割れますね。割れますね。もう一個割るよ。やってる。僕のやってる。うん。すごい。いや、こんなオープニングからかき混ぜられるのやだな。どうなんすかこれ。硬いですか？硬い。どのぐらい硬いです？どのぐらい？硬い。硬い。もうマンホールぐらい硬い。マンホールぐらい硬い。小林ちょっと。気をつけろ。芸人さん潰しちゃダメなんですよあなた。でも、痛かったです。すごい難しいですね、これね。さあ、これを見た後に吉田さんお願いします。連続だからね、でも吉田さんは連続だから。そうですよ。くるみも潰して、僕も潰すっていう。何枚？うまい！うまい！センキューチェリーマッツ！それいただき！センキューチェリーマッツ！ここで使うな。いきます、これ。はい。渡してなかったんですよ。ずっとこの首輪割られたら怖いな。確かに。ずっと持ってたんです。本当すごい格好いい。さあ吉崎さんはですね、昨年タンポポの白鳥さんとご結婚されました。おめでとうございます。どうですか新婚生活？いやもう年齢も年齢でも付き合って結婚したんで、
あんまりそこの熟年カップルみたいなもん感じなんです。いくついくつですか。37、38なんです。あ、これからもっとどんどん忙しくなってねえ、新居も構えて夢がいっぱいね、うん、夢がもりもりですよ。あと一回片付けてすごい気になる。まあ、食べきれない分ちゃんと適正以降に上げてもらって21個ギネス持ってんだよ。他にどういうのがあるんですか。ブリーフパンツを早く1分間重ねて、知ってる、あと乾燥した豆をこうストローでこう早く、あと水中に浮いたリンゴをこう手を使わずにこう、吸引力をする。今日は、はい、新たなギネス記録、ほら僕ら鼻息を使ったね、はい、これ記録になったんです。記録になった、記録になった、今から記録にしようと思います。どういうことをやるかって、これはです、そうです、これを赤白赤白交互に、そんなんできるの。ノーズコントロールしてノーズコントロール、ノーズブレスコントロール、ノーズブレス、どっちですか。ノーズブレスコントロール、ノーズブレスコントロール、そういきます、お願いします。まず赤から、これです。これのビデオ行きましょうよ。すごい、花田さん、これこれはすごいね。すごい、これは別に取っとき、本当にもうどういうことやるか分かったから、分かります、面白かった、ありがとうございます。もうすごいね。沢森先生、新婚生活、はい、ね、お二人の新婚生活、実はね、占っていただいてます。魔法の言葉でお悩み解決、電話占いマヒナ最強の鑑定士、番組3代目のご意見番も務めます。ね、お二人ね、一言で言うとね、すごく尽くし合うタイプ、お面倒見もいいんだけども、ちょっとこう内なるものって言ったらいいのかな、この闘志みたいなものが秘めてるので、なんかちょっとぶつかり合う時にはこうちょっとどっちかが引かないと、あ、うん、だから喧嘩したらお互い引かなくなっちゃう時ある。ゲイのことになるとぶつかりますよね、うん、なるわな。なんかその辺をうまくこうコミュニケーション取りながらね、癒し合って生きながらやっていくと、今もやられてるみたいなので、コミュニケーション取って、コミュニケーション取ります、うん、でお互いそれを重視してるみたいなので、うん、あの彼女のそうみたいな、はい、うん、そう、もう疲れてますよ、ね、夫婦言ってます、夫婦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 こういうね、まあまあ、もう立ってないですよ、まあね、長尺やるタイプじゃないんだよ、一回ちょっと、ね、今日もバチバチなんですよ、ね、汗すごいですね、今日マヨバカガールズトーク、イエーイ。はい、マヨ、このね、この番組でやってみたいことが小松さんあるらしいんですけど、はい、そうなんですよ、私がやってみたい企画はアイドルあるある俳句、アイドルのあるあるを俳句にしたら面白いんじゃないかなと思って今日ちょっと考えてきてみました。じゃじゃん、ステージ前みんなで歯を出しチェックする、これあるあるだと思うんですけど、え、大丈夫アオドリにチェックし合うっていうのをやりません、そう、ハベリもやる、え、皆さんやります、そっか、やるでしょこれ、みんなチェック大事ですよね、はい、あ、もう一個あるんですよね、はい、ファンのこと大好きすぎて夢に見る、あ、わかる、ね、実際にこうチェキとか撮った日とかなんか、あ、この人がみたいな夢を見る、はい、ちょっと私には理解できません、はい、ということでこんな感じで番組やっています。山辺美優 MC、 未来のガールズを育成する番組マヨバカ学園、マシュバラにて月3回20時からの生放送です、ぜひ見てね。皆さんこんにちは、別所亜美香です。私は淡路島から東京に出てきて早1年が経ちました。今は東京フライト5というアイドルグループで活動しています。メンバーカラーは淡路島オニオンレッド、皆さん TF5 のライブに来て淡路島オニオンレッド色の衣装を着ている私を探しに来てください。マヨバカまだまだ続くよ。アパホテルは今30階建て以上3棟、20階建て以上5棟、全国で51棟、新たに17,400室のホテルを建築設計中。アパチョクからなら最安値。
進化するアパホテルアイデアコンテスト開催。あなたのアイデアで新都市型アパホテルをプロデュース。金賞は賞金30万円。応募はアパアプリから。応募者には漏れなく1000円分のポイントクーポンプレゼント。詳しくはホームページで。さあ、それでは今夜の企画に参りましょう。はい、今夜はマヨバカ昭和平成ギャップトーク。なんじゃそれ。さあ、ここのところですね、まあ時代について意識するようになったと。そして改めて僕ら昭和世代でですね、まあ、平成世代のギャップをすごく感じることがある。うん、ある。今回ですね、そんな世代間ギャップについてちょっとゆるっとトークしていこうかなと思っております。はい。ちなみにですけども、僕原口あきまさとみひろさん、そしてアモル先生、テリー吉崎さんが昭和世代でございます。でガールズが平成世代ということでいいんでしょうか。みんな平成いいんでしょうか。ちなみに平成です。みんな元年ですか？元年ですね。元年。ギリギリ。本当ですか？本当です。お兄さんの昭和でしたね。言ってください。あれ平成でしたね。怪しい。怪しいです。最初は初めて買ったアーティストの曲を。はー、なるほど、わかりました。はい、まずは吉武さんの答えを見てみましょう。昭和。はい、昭和。Say yes。 出た、チャギアンダースター。チャギアンダースターですよね。そうですね、確かに。え、はい、私も。そう、僕は代表だから。絶対絶対チャギアンダースター。一緒。うん、もちろん僕でも最初間違えちゃったんで、チャギアンダースターを買ったんですけど、うん、チャギアンダースターを買ったんですけど、どうも歌詞が入ってないインストゥルメンタルバージョンを買っちゃった。いやいやいやとか、歌詞が入ってこない。歌詞が入ってこない。うん。おお、みろさんもチャゲアス。私もチャゲ、え、チャゲ、セイエス。あ、セイエス。うん。すげえ。そうなんですよ。自分のお小遣いで初めて買ったのがチャゲアスさん。はあ。原口さんは？タマ。人類。人類。なんとか。人類が初めて木星に着いたよ。着いたー。懐かしい。先生は？ビーズ。ビーズ？ビーズなんですか？なー、違う。裸。裸？裸マス。私の目がね。あ、それそれ。裸。裸足。チャギアスは知ってるでしょ？はい。やー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 です。はい、さあ続いて平成代表、はい、ベーヤー何でしょう。はい、こちらです。ガールネクストドアさんと少女時代さんです。最近最近も最近よ。だって最近ですもん。最近ですもん。それ初めて買った CD？ はい、中学1年生の時に。他のみんなは？お、はい、ベリベリ。私は乃木坂46さんの。新しい。一番最初に買った CD です。すごい。何ですかそれ？怖いよ。フィッシュ。愛子さんでした私。ああ。初めて買った。愛子何？アルバムでした。でもそのベストアルバムみたいなやつを買って。それが新鮮な高いね。はい。うん、アイコはタメだからね、俺。えじゃないよ。同い年だよ。すごいな。え、でもさ、あ、ノースは、はい、ちょっとこっち寄りなんじゃないの？そうです、ボーイです。ほら、おお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 おマヨチュチュ。はい、マヨチュチュ。そうです。うわ、アモルの占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、今日は永瀬さんね、どういうご相談内容ですか？いろんなことに対して欲があんまりなくて、うん、趣味とかも全然ないので、うんうん、聞かれた時に休みの日、うん、何してますかとか言われても、うんうん、もう起きて天井を見てますみたいな。あ、ベッドにいるってこと？はい、何もないの
ので、うんうん、何かこう一つでも楽しいこととか好きなことを見つけるにはどうしたらいいかなっていう相談です、うん、はい。そんなずっとそうだったわけじゃないと思うのよ。はい、そうです。過去はなんかピアノを弾くだけでも楽しいとか、うん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 、全然お買い物行きたいとかあったんですけど、うん、それが今なくなってしまって、うんうん、気づいたらなかった、ね、もうそれが興味がなくなっちゃってるって感じかな。そうかもしれないです。欲しいものとかも、うん、服が欲しいとかも思わなくなっちゃったので、うん、睡眠欲は睡眠は一番あるかもしれないです。ずっと寝てます、うんうん。何か大事なものを見失ったっていう感覚がすごくきます、うん、でそれを回復させるあのタイミングっていうのは自分の、ね、食生活とかね、体調とかね、そういうもの、うん、そこから直していくといいよっていうメッセージなのね。で欲がないとか全部ね、ない意識なのよ、うん、何もしたくない、欲もない、楽しいこともないみたいな。例えばお金があるんだったらお金でもいい、うん、私もお金いっぱい持ってるよね。でもいいし、意識がない方にずっと行ってるので、あるものにまず目線を変える、はい、うん、あと行動を変える、うん、ちょっとそのあたりで、はい、うん、やってみてください。はい、それで処方箋を書きたいと思います、はい、なんかこううっと、なんて言ったのかな、感情がすごい騒ぐような、こう下から込み上げてくるような喜びっていうものをすごく求めてる感じがするんだけれどもじゃあ今日は永瀬さんと同じようなお悩みの視聴者の皆様にも処方箋を出したいと思います。ないからあるに意識を変えて行動パターンを見直して動き出す。お大事にしてください。ありがとうございます。大人の物知り雑学講座、大将に聞け。大将いらっしゃいませ。今日もいいネタ入ってる？お任せください。お願いします。はい、ありがとうございます。よいしょ。今日はですね、お寿司屋さんのカウンター、うん、上座はどこでしょう？上座、よくね、なんだろう、お座敷とか行くとね、お偉いさんは上座の方にとか、だいたい僕ここの辺に立ってます、はあ、こうなってる、うん、ここだとそうですか、なるほど。私真ん中、大将の目の前。あ、正解です。あったー！飯尾さん、めっちゃ欲しいですね。大将の目の前だと、大将こう角を抜いてたら、ここ神座になるやん。いや、まあそういうことなんですけどねほら、なるべくほら、あのメインのお客さんで手の届く範囲にいるところが神座って言われてるんです、うん、一番最初に、うん、そうだから入ってくるお客さんはやっぱりこうどことか大将決めてるわけですか？そうですね、やっぱりほら、まあ、しょっちゅうお見えになる方とか、うん、常連さんなんかは なるべく僕の前に、うん、でやっぱり初めて来られる方とかは、うん、まあ、まあ初めてなんで、まあ、ちょっと奥の方からどうぞ。なるほど、やんわりおすすめする、はい、ちょっとこうどういうやつかも知りたいからね。そうなんですよ、ちょっと様子見がてらね、ちょっと奥からどうぞって、ね、もっと聞きたい方、おいしいお寿司を食べたくなった方は旗の台寿司ひでにお越しください。次のテーマいきましょうか。はい、次のテーマはこちらです、はい、高校時代に流行っていた漫画は。ああ、これはね、漫画、じゃあお願いします。漫画いっぱいありますよ、はい、高校時代入ったやつ。見てたよ、いっぱい。はい、ケリー吉崎さんお願いします。バッドボーイズとバレーボーイズ。初めて聞いた。知らない、バレーボーイズって初めて、初めて聞きました。なんかチョイスがちょっと違ったえ、そうです。そうですね、高校時代は僕らはもうバッドボーイズでしたね。そうか、ちょっと我々はちょっと違うんですよ、ビーバップとかあっちの方なので、うん、あ、そこになるギャグ漫画というのもそっち系、六大足ブルースとかね、うん、そうですね、もろもろその辺ですね。スラムダンクじゃない？スラムダンクもそうですよ、スラムダンクもそうです、
スラムダンクもそうです、うん、ユイが買いました、うん、みひろさんはちびまる子ちゃんを集めてさくらももこさんがこじこじっていう漫画描いてて、ね、それも買ってました。面白いね。どうぞ、ん、タッチあ、タッチみゆき、うちの姉ちゃん世代ですね。タッチみゆき、平成チーム、じゃじゃん、進撃の巨人は同じ、はい、待って、これアップスやつ、同じ、はい、これ単行本、単行本集めて、めっちゃ流行りましたよね、うん、あの学生の時、マジ、はい、めっちゃ流行って、高校の時や。あ、はい、最近やもんな、うん、はい、あとは、はい、はい、ラブコーン、あー、ラブコーンか、ラブコーンって何ですか、ラブコーンじゃない、ラブコーンです、背の高い女の子と背の低い男の子の恋模様の話なんですよ。それを読んで、大林元子さんとないない岡村さんだ。例えちょっと怪しい人聞くか。私あんまり読まないんですけど、ワンピース集めました。そういう時は無難に、いやいやいや、確か連載期が長いから、それも続いてるもん。ピースは永瀬も聞いとこ、永瀬は北斗の拳。いいな、いいな、やっぱり北斗の拳ね。え、笹川は何か見たことある？それはコナン君集めてました。ああ、コナンはもう最近やもんな、コナン君。コナンさんの未来少年コナンですよね。そっちやな、俺らは知らん、未来少年コナン。これあれ、ギャートルズとかしないの？はじめ人間ギャートルズ、あ、知ってる、嘘、あのマンモス、あ、そうそうそう、お肉憧れた、そう、あのお肉。ギャートルズのお肉ブチって切るのが夢だったんですよ。そう、うちの母親がギャートルズに似てるってすげえいじられてる。失礼な話です。失礼しました。すごく僕フラットに今日は楽しませていただきました。やっぱバカ騒ぎならぬチェリ騒ぎさせてもらいました。チェリ騒ぎ、くるみ意外と割れるんですね。割れるんですね。割れるんですね。ちょっとやめてください、それ俺。あれが一番のギャップやったかな。それのせいじゃないですか。告知は、あ、告知いいですか。はい、僕ですね、ニューズウィークってあるんですか、雑誌の、うん、あれにですね、うん、世界が認める日本人100人、うん、あれに選出されて、すげえ、これは快挙ですよね。これはすごい快挙。くるみなかったら何なんですか、なんか。昭和との、今日もう一個持ってきて、アラブさん、昭和のモノマネを今日、なんで今ここでやるんですか。途中で本編でやればよかったんです。すいません、出しどころ分かんなかった。ひょうきん族のアラブちゃんです。出た、はーい、そっくり、ほんでまっかもっかって鉄拳ぽっこって、せいさん、これオープニング持ってきますか。ありがとうございます。ありがとうございました。 Thank you very much。 シャメマー芸人。さあ、今回はですね、先日植毛したばかりの4代目植毛芸人、おじいおずぽん高松くんに植毛の感想を聞いていきたいと思います。はい、手術実際受けてみてどうでした。いや、意外とこうなんか麻酔とかも効いてましたし、まあ、特に痛みっていうのはそこまで感じずみたいな。一応先生が1日で植えれるマックスが3000株って言ってるんですよ、もともと。で、僕は2800株植えてもらってるんですよ。で、先生の集中力ギリギリのところまで頑張って先生にやっていただいて、で、今はもうこの通り。これから、はい、どんどん増えていく。これからもどんどん増えるしかないです。ね？しかないです。豊作を待つだけよ。豊作した後稲刈りが待ってますけど。なんかもうこうすでに生えてる感じとかあるんですか？あ、ですね、もう高校球児の感じの、ちょっと伸びてる感じの高校球児のちゃんと触り心地が。あ、そうなの、あります、あります。見たいよな、見たい。ちょっと 見ます、ちょっと違う、してくださいよ。こう、こんな感じです。あー、これね、はい、これちょっとね、あれですけど、ちょっと 中で作ったんですけど、ほんとだ、これこれ、あ、すごいすごい、はい、すごい、ほんとだ、
あ、ジョリってる、ジョリってる。こう見たら多分すごいあるやん、ほら、うん、すごい、ないとこあるな、ほら密集度が違う、2800株、すごい、すごい、あの周りからの反応みたいな、はい、あ、そうです、聞いた、やっぱりその今まであんまり集まってこない芸人たちがどうなってるの、どうなってるのっていう、なんかちょっとした人気者の感覚で、そうね、はい、集まってくるから、それが優越感ですね。そう、ちょっとハゲっていう芸人にしたらスターヒーローやからな。あ、でも確かに、あの確かにハゲてない人はあ、そうなんやぐらいなんですけど、やっぱちょっとハゲてる芸人だと、え、それちょっとどういう風になったんですかとか、結構細かく聞いてる、来る率高いんで、だもしかしたらそういうね、やっぱ教科書になれたらいいなと思う。ねえ、これまた本格的に流行ってくるんですよね。そうです、ここから今まだまだ序章です。おー、はい、はい、さあ次回はですね、はい、職務を終えて自信を取り戻した高松くんにネタを見せてもらいます。第74回マヨバガールズバトル開幕、生き残りをかけた現役アイドルたちのリアルサバイバル、参戦するのはこいつらだ。クソ真面目な不健康シンガー鬼塚真希、二次元より現実を見ましょう岸遥か、紅に染まりたい永瀬明菜、帰ってきた中華街のおめえスマイル小林舞香、どこから来たの？どこへ行くの？笹川結衣、バナナを愛するこけし娘小松美優、神々しく眩しい光月神マリナ、何このネーミング、エリカちゃんベイビー、勝利を手にするのは一体誰だ？詳細はマヨバカもしくはマシバラホームページをチェック。今週のマヨバカ貢献度ランキング1位はこの方です。小林舞香、あなたは今週のマヨバカでマヨバカ昭和平成ギャップトーク前編、こちらで大きく貢献いたしました。よってここに感謝状を贈呈し表彰いたします。令和元年5月吉日、原口あきまさ、おめでとう。ありがとうございます。やりたい、はい、やりたいね、はい、うん、これあれですね、私がクリームを待ってすごかったっていうか、やっぱりあの吉武さんよりすごかったこんなこと言っちゃいないけど、ちょっとプロフィールに書きたいって思ってます。いや、そうだよ、絶対書いた方がいいよ。ちょっと新しい特技を手に入れました。そう、痛くないですか？痛くないんですよ。痛そう。多分95センチフィットがあるんで、もう全然くるみの方が弱いんでしょうね。私の結果だから、もうくるみがいけたら梅干しの種いけるから。あ、次どうする？いきます、どんどんちっちゃくして、割れないと思う、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます。また来週、来週のマヨバカはマヨバカ昭和平成ギャップトーク後編、出演者たちが世代間のギャップをこういろいろトークしていく内容になっています。はい、ちなみに院長は最近世代間ギャップを感じたことはありますか？ あります。なんかスタッフさんたちとご飯とか行った時に、はいはい、なんかモーニングブラウンっていうなんかネタにやっぱすごい受けてたんですけど、はい、私は全く分からなくて全然笑えなかったっていうのが、はい、やっぱそのギャップがあるなっていうふうに感じました。私も分かんないですね。分かんないですよね。調べてみます、はい、じゃあということで来週も、はい、見てね。